皆様、こんばんは。今日のやつはこちらです。チョコレートサンド、アーモンド東京、ミルクチョコレート。ということで、これね、1個しかないんですけど、なんでね、これ動画にしたかと言いますと、銀のぶどうって書いてあったからなんですよ。銀のぶどうのシュガーバターサンドってすごく有名じゃないですか。あれいただくとすっごい嬉しいし、ねえ、なんかこう、なんだろうな、レーズンバターサンドとかシュガーバターサンドとか、あの辺お菓子好きの方、お好きな方多いと思うので、あ、割れてる割れてる、そしてお皿がいる、ちょっとお皿持ってきます。お待たせしました、お皿持ってきました。では出しましょう。いやー、でも撮影しておいてよかったです。もうさすがの銀のぶどうさんですね。見てください、このかわいいこと。そっか、割れちゃってたのか。ちょっともくっつけたくなるかわいさ。ほら、このお花。そうそう、でここのね、お菓子メーカーだったら間違いなく美味しいだろうなと思って、ちょっとね、動画撮ろうと思ったんです。ではこれね、いただきます。美味しいです。あー、これすごい美味しい。あ、すごいです。皆さん、アーモンドここに入ってます。この生地にアーモンドが練り込んであるんですね。こういうところがアーモンドで、でクリームがこんな感じでこう列に入ってるんですよ。これがおそらくチョコレートクリームですね。このね、周りのここのアーモンドのカリカリの部分がザックザクなんですよ。今音を聞いていただいて、あのちょっと伝わったかどうかわからないんですけど、ザックザクなので、でさらにアーモンドが香ばしくて少し苦味があるんですね。この色が濃いでしょ。で、そこの中から甘くて美味しいこのクリームが、やっぱりこの銀のぶどうさんってクリームがお得意なのかなって思いました。シュガーバターサンドも中クリームですし、これもクリーム、そしてどれも美味しいので、銀のぶどうがお好きな方は、チョコレート好きな方、ぜひぜひシュガーバターサンドほどもう甘さがあっと前面にね、甘いっていうのが来るタイプと、こ
これ違って甘さ控えめですし、クリームも控えめで、こうちょっとこんな柄もついてたりなんかして、控えめでおしゃれなお菓子でも美味しいみたいな。あーよかった、動画撮って、これで私も忘れないです。やっぱさすが銀のぶどうさんでした。ではおやすみなさーい。